くときは、この知事選挙、公明党不投票の10万票が無効にいった。厳しい選挙になることは当時から言われておりました。小永さんがずっと言ったように、あらゆる県政の手法を通じて建設を止めていくというメッセージがあるとないというのはね、全然違います。デミーさんを支えてみんなで勝ち取ろうと、まあ、どんなことが起きてくるかは分からないけどね、今はまだ、でもこれ以上に頑張ろうと思って。本当に皆さんお疲れ様、そして本当におめでとうございます。